ちは。こんにちは。はい、さあ、ゆたかさん、はい、燃えよドラゴンズ、燃えよドラゴンズ、燃えよドラゴンズですよ。本当はな、今年は本当に期待してるしね。そうです、だっていっぱい取ったし、メンバーも揃ってきたし。そうですよ。でもメンバーいっぱい取ってきたはいいんですけど、うん、取ってきたということは省かれて出ていかされる選手もいるわけですよ。それはもちろんそうだよ。それはまあそんなしょうがないよね、競争社会だから。ですが、はい、まあ、今シーズンから日本人としての登録が可能になったビシエド、うん、ビシエドな、ビシエドはもうやっぱりファーストですよ、ドラゴンズでは。いや、そりゃそうだ。そうですよね、もうドライチだよ。ドライチね、ドライチ、これドライチといえばさ、ちょこれね、ちょっと待ってください、いや、ちょっと待ってくれ、案件でも何でもないんだけどはい、はい、いや、本当にドライチ、うん、これね、塩バタークリームなんだよ。美味しそう。あんこが入ってて、はい、俺ね、もうね、いろんなね、どら焼き、俺どら焼き大好きで、食ったけど、これが一番うまい。これ間違いない。え、食べたいですか？食べていいよ。食べてみる。いい、いい、いいですか？食べてみる。はい、食べてます。え、もうね、これ半分にして、半分にしてね、中のクリームちょっと見せてあげて。あ、いいですか？うん。あ、本当だ！これ塩バター？塩バター。ちょっとかじってみる。いいですか？いただきますよ。泡も好き。恐縮。あ、超美味しい。うまいだろ。いやね、これ、これね、めっちゃ美味しい。これ案件でも本当ないんだけど、一回皆さんに紹介したいと思って。これ絶対食べる。あ、これ甘じょっぱい。甘じょ、そう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 。ですよね。もうこれは何とも言えないんだけど、あんまりここで引っ張ってもしょうがないから。ね。ね。めちゃくちゃ美味しい。ドライチ。ドライチ。これ愛媛県のドラ焼きなんだけど。え、これ通販で買えますか？通販で買える。あ、私買います。買うでしょ。めっちゃ美味しい。めっちゃうまいだよ。俺もう大好きで、うん、食いすぎるぐらい。これあの病気になるぐらい。これセーブしないと 2,3 個食べちゃうね。ペロッといくな。このドライチもそうなんですけど、ビシエド、ビシエドな。そうです、そうです、ビシエドビシエドはね、うん、やっぱこうポジションがないよ。ないですね、うん、まあ、中田を基本的に使うってなるとないから、はい、うん、ただそのビシエドの得たものって日本人登録になったでしょ、はい、そうです。だからまあそこら辺はすごく重宝できるよね。まあ その意味ではそうですよね、うん、でビシエド自身もレフトがまだできるっていう風になってくると、うん、もし活躍ができなかったとしても、うん、各球団、うん、他の球団からオファーがあるかもわからないよ。まあ環境が変わればとか、まあ、そういうことになるかもわからないし、うん、もちろんビシエドの持ってる力っていうのはさ、うん、まあ、昨年はあんまり良くなかったよ、確かに、はっきり言って、はい、うん、まあ、だけどあんなもんじゃないと思うしね、安定的に使われると、はい、それはね、安定的に昨年も使いたかったんだろうけども、だって8月1打点とかさ、いや、これじゃやっぱ使えないよね。確かに、あと他の外国人との兼ね合いもあったでしょうし、まあ、あるし、はい、もうみんなが足の引っ張り合い外国人してたからね。そうですよね。だからまあ確かにファーストの守備とか、うん、まあ、そういうのもうまいし、はい、まあ、ホームランというよりも率を残せるようなバッターだから、うん、だからまあそこら辺でこう勝負強さがね戻ってくれば、うん、まあ、レフトやったって守備固めはいるわけだから、うん、まあ、最初はビシエドでいっといてね、うん、まあ、それで守備固めですから、まあ、十分あり得る。そう、今なぜレフト起用というのが出たのかというと、立浪監督、ビシエドの外野起用を示唆ということで、はい、できるのかは知らないですけど、うん、コメントですよ、コメントですよ、これ立浪さんの打撃の状態が良ければ彼の力も必要なんで、そういったことも含めてこれから考えますと、うん、いうことで、実は来日1年目の2016年、外野手登録としてレフトで8回先発経験がある、はいはい、8度だけ、うん、まあまあ、でも今の環境的にはドームになってるし、はい、まあ、そうなってくるとフライを取る事態っていうのはそんなに難しくはないよね。いや、イメージだと例えば昨シーズンまで巨人にいたウォーカーのレフトとはまた別だっていうことです、はい、ウォーカー投げれなかったからな。そうですよね、まあ、スローイングがあんまり良くなかったから、うん、ただビシエドはスローイングできるだろうし、うんうん、あとはウォーカーほど動けないかもわからないけども、うん、野球のその勘っていうのは多分いいと思うよ、うん、やっぱずっと守備についててファーストとかにもね、はい、たださ難しい、もうドライブするようなボールを飛び込んで取れとか、うん、はい、ね、抜けそうなのジャンピング一番取れとか、うん、そんなこと望んでるわけじゃない、うん、ただ3打席大体ね、はい、3打席の中で1本打ってくれてレフトを普通に守ってくれて勝ちだったら引っ込める、あ、守備固めを使う、はい、まあ、この程度に考えておけば
別に悪い話ではない。でも昨年の例えばファーストでの起用方法、本当に下に行ったりとか使えなかったりとかのを考えると、本当にレフトでビシエド選手を使うのかな、でどれくらい打ってくるのか。いやだからやる気だよ、まあ、昨年の扱い中田が来た、うん、俺、うんうん、そうですいるかみたいな、日本人せっかくなったのにみたいな、うんうん、いやだけどレフトでチャンスが出てくるっていう風になってくると、やっぱビシエドってあの名古屋大好きだし中日大好きな人間だから、はい、よしもう一回チャンスがあるんだったらやってみようっていうのがやっぱり野球選手だし、うん、まあ、考えることだと思うよ。ただそうレフトとなると、新しい外国人選手も一応レフトというかで取りました、うん、プラス他にも若手の選手、例えばブライト健太選手だったりとか、あとは外野で鵜飼、まあ、選手だったり、まあ、でもさ、うん、あのファーストに立って確約されてるわけじゃなくて、うん、他の人間がじゃあみんな確約されてるかって、うん、岡林だって確約できてるかっていうとさ、うんうん、そう普通にやっときゃ確約だろうけども、岡林だったらねいないタイプだし中日にね、まあ、だけど分からないからさ、みんな競争なんだよ、まあ、どこ行ったって。そうですよね、もう本当に特に打てる人間っていうのはどっかのポジションで使うっていうのは探すよね、うん、だからその魅力っていうのはビシエドにまだ多少感じてるということだよね、うん、去年あれだけ打てなかった不審だったのはその一過性のものなんですかね。まあ、そうだな、まあ、1年間トータルでやる選手なんだけども、うん、ただ悪い時期もあるよね。大体外国人と春先ってあんまり良くないよね、うん、だからそこから徐々に上げていくっていうタイプが主なんだけどさ、うんうん、だけどもうそこまで悠長なこと言ってられないよね中日は。いやまあそうなんですよ、うん、まあ、最初からやっぱりついていかないとさ、うん、調子が上がってた時にはもう遅いよみたいな、うん、言われるような感じだったから、うん、まあ、今年はそうではないと思うけども。そうですね、いやだからやっぱ中日で外国人選手っていうと打つとか、そのなんかもう一発打ってくれるような、でもちろんビシエドもそうだったじゃないですか。だからどうしてもその外国人選手にそういうものだからビシエドに、いやそれは求めるよ、うん、求めるけどバンテリンでやってる以上はさ、うん、そこまでそのビシエドのスタイルとすれば40発とか30発打てるタイプではないよ、うんうん、やっぱ広角だし、うん、打球が低い打者だから、うん、ただやっぱ競争つってもさ、まあ、鵜飼がいて大島がいて、はい、岡林、細川、はい、リカーソン、リカーソン、はい、リカーソンで上林、ブライト、うん、もうこうなってくるとさ、うん、まあ、やっぱ相当打たないと、いやそうなんですよ。だけどみんなに言えることだからね今言った、うん、はい、まあ、打つ人間が優先的に俺を最初は出ていくと思う、うん、そしたらもう、ああもう守備固め、守備は俺ダメだし、うん、ファームでやってきますみたいな、そんな感じになる。いやそうなってきちゃう。いやそれはなるなる、それはしょうがないよ。え、ビシエドを代打の要因にしようとは思ってないですよね。あ、それはないだろうな、うん、まあ、できればやっぱ先発で3割打ってくれてて、シーズン終わった時には20発打てるかな、まあ、打ってるだろうなっていうようなぐらいのペースでいってほしいよな、シーズン本来。そうです。いやそしたら使ってくれる、うん、じゃしかも代打タイプではないですよね、ビシエドって。まあ、代打はね、あの右に中島いるから、はい、中島、まあ、そこら辺用意してるだろうしね、うん、まあ、左は大島の扱い方からすると、まあ、大島を代打の切り札、たまに先発とかさ、うん、まあ、そういう形かなっていうような、で、まあ、キャッチャーで言えば宇佐美がバッティングとすればいるしね、うんうんうん、だから、まあ、上林だってソフトバンクの時は代打4位っていうのが多かったしね、はい、昨年はね。だから、まあ、やっぱりよっぽど打たないと、うん、そのレフトも考えるけどないということで。ですよね。よっぽど打ってファーストを中田選手から奪い取るっていうのはありえますか。そしたら中田がレフト行ってる。そう。まあそうですよね。そうそう。いやでもそれだったら中田の方がファーストうまいから。ああそうか。中田を使ってる。どっちにしろビシエドはもうファーストは可能性はゼロっていうことですね。まあ中田が怪我しない以上はない、ね、うん。ですよね。ということはやっぱ生き残るにはもうレフトしかないっていうことになってくるので、だからこの春のキャンプではファーストじゃなくてレフトの守備もついたりとかもちろんするのかもしれない。まあまあそうだな、まあ、でもあのレフトをやって長い距離を少し走っとくっていうのはバッティングにとってもいいかもわからないな、いい作用になる、体にキレが出てくるかもわからない。広いバンテリンの、ね、レフト走るって、まあ、なかなか体力も、ね、いることですし、まあ、まあもちろんそうですしね、うん、だからまあキャンプの時にはしっかり守備練習をして体作りをしとくこと、うん、ファーストだったら、ね、ほとんど動かないんだよ、うん、
いや本当に。なんですか。ましてや外国人ってあんまり走ったりとかする環境ないし、まあ、ウエイトで補おうとするんだろうけども、多少走るという意味では、まあ、そのバッティングに影響してくるかもわからない。体にキレが出てきたりだとか。あ、それでね、調子が良くなればいいですもんね。あ、そう、いいことだ、一石二鳥みたいな。そうですよね。いや本当、宿舎まで帰走って帰るみたいな。絶対しないと。まあ、無理でしょ、しないでしょ、絶対しないと思う。ただね、ビシエド選手がこれから野球人生ももちろんありますし、例えば、まあ、レフトについてまたいいバッティングをすれば、例えば他球団とか、いや、あるある、ファーストだったりとか、そうそう、あの守備が下手な選手じゃないからさ、はい、取りやすいんだよね、うん、ちょっと打てれば、うん、ただ中日ではその打てなかったのもわからないけども、はい、他の球場だとホームランを打ったりだとかする可能性だってあるし、はい、それはもう日本人になったわけだから、うん、取りやすいしね、他の球団もですよね、うん、だからチャンスはいくらでもあるだろうし、はい、ただまずはね、うん、中日で今年、はい、まあ、レフトで結果が出れば、はい、非常に中日としたら破壊力を持つような打線がね、はい、組めてくるということだよね。そうですよね。ただ守備はちょっと心配だけどな。確かにそのあたりがね、どうなのかっていうのもありますけど、うん、まあでも守備方もね、うん、もう差し込んでいくだろうし、うんうん、まあ、そこら辺はね、もう本当はよっぽど打つしかない。もうね、まあ、目をつぶるから。どのぐらいの成績だったら OK ですか、豊さん。いや、だからまあさっき言ったように、うん、シーズン終わって3割以上、うん、20本以上、うん、80打点以上、はい、この成績がもう終わった時にはこう見えてるような途中経過であれば使っていけると思うよね、うんうんうん、そこですね、まあ、そこだな、うん、まあ、そこを目指して、はい、まあ、頑張ってほしいと思うな。そうですね、はい、